い、皆さんこんにちは。お元気ですか？リカコライブ始めたいと思います。今日はね、ブランチ、一人でのんびりブランチしようかな。いろいろブランチね、食べるんですけど、サンドイッチ、いろいろ好きなサンドイッチあるんですけど、やっぱり定番の BLT を今日は作って食べたいと思います。では、大好きな BLT 作ります。ブランチだよ、始めるよ。そしたらまずトマトとセロリとディルがあるので、これをサラダにしようかなと思います。自分のブランチとかってなんとなくあるもので、でもゆったりと美味しいもの食べたいなって思うじゃん。だからさ、ちょっとね、おしゃれ風でシンプルで美味しいものを作りたいなと。トマトとセロリとディルのサラダ。ディルってとっても香りが良くてね、味のアクセントになるから私は大好きで、いつもね、ディルは結構冷蔵庫に入れてますね。セロリもなんか割とザクザクとやっちゃう感じ。あんまりセロリいっぱいだとね、トマトの邪魔をするから、アクセントになる程度にセロリ。はい、こんな感じ。それからディル、うん、いい香り。ディル大好き。ディルさんを細かくちぎってアクセントに入れます。パラ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 。シンプルなものでもね、こうやってハーブってすごい味のアクセントになるから、あるとないとじゃ全然違うよね。はい、こんな感じでディルを入れたら、レモン絞って、お塩、なんでも美味しくなっちゃう、お塩入れて、それからなんでも美味しくなっちゃう、この間お友達からいただいたオリーブオイル置いときます。これだけで十分美味しくなるので、ぜひみんなもやってみてね。続いては BLT なんだけど、もう BLT 簡単だよね。まずはベーコン、私は今日はなんかちょっと美味しそうなベーコンにしました。ベーコン厚切りの方が絶対いいと。あ、ベーコンちょっとまず焼く前にトマトと、レタスを用意しようかな。トマト大きめのやつ。レタスはパンが焼けたら。ベーコン炒めます。ベーコンを切っていきます。はい、こんな感じで、あとはもう余熱で。うん、おいしそう。今日は全粒粉のパンにしました。パスコの全粒粉のパン、最近はね、こういったヘルシーなパンが出てるから嬉しいよね。やっぱり全粒粉の方がいっぱい栄養が詰まってるから私はいいと思って、食パン食べるときは全粒粉にしてます。こう、じゃあパンを焼きます。ちょっと時間がかかるかな。が焼けました。いい感じの色になった。美味しそうだね。焼けたパンにバターなんだけど、ちょっと乳製品避けてるんで、こういう風にね、ビーガンバターっていうのが最近は出ていて、乳製品じゃないバターと同じような商品があるので、ぜひ乳製品避けてる人はチェックしてみてください。はい、美味しいよこれ。私は最近これでバターの代わりにしてます。ほら、中の色もバターみたいでしょ。これを
ですよ。たっぷりと。ちなみに何でできてるかというと、ココナッツオイルとアーモンドとシアバターでできてる。アーモンドのバターです。味はだからといってアーモンドかっつったらそんなことはございません。でここにやっぱりマヨネーズ、私できるだけ卵をいっぱい食べないように、ちょっとそれもアレルギー体質なんで、ソイマヨネーズ、いや普通のアレルギーじゃない人はマヨネーズで、こっち側にマスタード、これケチャップ、こんな感じ。はい、そしたらこの上に BLT のレタスたっぷりバーンと、それでさっき焼いたベーコンの前にトマト、厚切りトマト2つでよかったっぽい。残ったやつは後でサラダで食べましょう。でベーコン、ベーコンたっぷり2枚、ボリューミーだねー。うん、そしてケチャップとマスタード、よいしょ、出来上がりました。でこれを半分に切ります、食べやすいように。こんな感じできました。でさっき作ったトマトとセロリとディルのサラダを横に乗せます。ディルちゃん、それから私大好きなピクルス。ピクルスって万能だよね。本当にこういう時にサンドイッチ飽きた時の味のアクセントになりますからね。はい、ということで簡単に出来上がりました。こんな感じです。さあ、ということで早速いただきたいと思います。嬉しいな、こんなのんびりのランチ。まずはトマトとセロリのサラダからいただきます。うん、ディルがすごいアクセントになっててシンプルで美味しい。うん、これやっぱディルが入ってると入ってないとじゃ大きな差があると思うので、ぜひディルトライしてみてください。うん、サンドイッチ綺麗にできたよね。いただきます。おいしい、絶妙なバランス。うん、うん、おいしい。好きなものをゆっくりとした時間の中でいただくのはとっても幸せなことだと思います。簡単なものだったけど今日は私のブランチ、トマトとセロリとディルのサラダと BLT を紹介しました。また何かサンドイッチバリエーションいろいろね、次回も紹介するので、ぜひ皆さん簡単だけど、ね、参考にしてみてください。みんなの BLD と同じだったかな、ちょっと違ったかな、それぞれ作り方あると思うけど、私の BLT はこんな感じでした。ということでまたすぐね、最後まで見てくれた人ありがとう。じゃあね、バイバイ。のーくん、いた下で見てたね。バイバイ。バイバイ。